でもユーマとオキは結構見るよね。なんか見るね。毎回やってるもんね。PK。毎回試合前にね、PK やってね。オキが大体クエストの。よくないですよ、本当に。動画撮ってほしい、本当に。これ、ね、視聴者の人分かってないもん。単純になんか俺がイライラしてるだけの方も思ってるかもしれないけど。よくないもん、ユーマくんがよくないもん。え、あれ、そうっすよね。俺悪くないっすよね。え、なんでまあ、オキはでもカリカリしてるイメージしかないからな、うん。逆にそこをみんなちょっといじってくれてるのは。嬉しいっしょ。うん、嬉しいっすね。正直。そうだね。正直嬉しいんだ。嬉しい。いや、ここ嬉しいっつったらもうまあ なっちゃうんだ。どうぞ、常はイクマがかなり挑発してたけど。イクマ好きだもんね。走りでしょ、イクマが。ちげえよ。絶対そうでしょ。ちげえよじゃねえよ。ちげえよ。普段からでしょ。かわいいね、イクマは、ほんとに。かわいいよね。弟みたい。超かわいい。何でも許しちゃいそう。大丈夫なの？何がすか？イクマからさ、挑発されて、全然嬉しいの。カリカリしてない。で、したことないんじゃない？したことないよね。しかも、イクマって、二人の時めっちゃ優しいの知ってます？こんだけ俺めっちゃいじるじゃないですか。二人の時もめっちゃなんか、敬語使う。そう。ちゃんとしてるよね。ちゃんとしてんの。ギャップがね、すごいね。優しいの。だから、全然、もう可愛いなとしか思わないな。敬語使ってくんの？敬語使うね。二人の時。みんなでいると、すごい言ってくんのに。勇気だからね、上位関係意外としっかりしてんの。イクマが一番しっかりしてんじゃない、うん、ね、そうかもしれない、もしかしたら。山のサーブはどうなの？大きい。まあ実際あの時はまあ自分のメンタルがズタボロだったから。ズタボロだったの？結構ね、結構傷ついてた。もう失点してる時はもうほぼ勝ちないみたいな感じで、あの山のサーブ。絶望してた。生まれたんじゃない？そう、ね。大きさんが作ったと言っても過言じゃない。やめろ、そういいから。まあでもあそこで山が盛り上げてくれてよかったなと本当に思うよ、本当に。どうなんだろう、やっぱああいう変化球とかってさ、変なリズムとかって受けづらいもんなのかね。いや、わかんないけど、流れは変わるんじゃない？変わる。うん。大体ああいうのやってるとさ、勝てないよね。間違いない。勝てない。間違いないですね。これ、戻らないっていう選択肢もあるなの？未来とか。え？過去に戻らない。未来見たい。過去に戻るの未来見たくない？ああ。え、違うんですか？いいんじゃない？なんすか？始まりにさ、みんなに盛り上げようって言ったら、全然違うじゃん。大きなある？いや、俺は、いいっすね。このままで。このままでこのままでいいの？後悔ないっす、こいつに。後悔ないか。逆にあります？ゆうたくんとか。俺ない。そうですよね。うん、え、おちゅねは？おちゅね？おちゅねはない。おちゅねない？おちゅねない。未来。未来だったら何年後？何十年後？十年ぐらい。結構リアルだね。十年ぐらい見たくない？サッカー選手。引退しないやってるから。そうそうそう。ぐらいだね。何年？ 10 年後だと何歳？ 33、34。想像つかない。想像つかねえな。多分変わってないと思う。いや、俺もそう思います。二人が、俺が、うん、全然変わってないと思う。変わってないで、いや、それいいって意味ですか？まあ、どっちでもいいんじゃない？どっちでもいい。